とは どういう経歴なの？僕は、俺はだってもともとサバンナの、ライブに寺本ついてくれてて、はい、で打ち合わせしてたんですよ。結構僕らコンビでやるとき深夜やったんですよ、はい、で NGK で大体 NGK の楽屋って3つぐらいあるんですよ、はい、でそこで大体11時ぐらいからな、朝5時ぐらいまでやるっていうのが大体僕らのもう決まりコースで、で空調止まるんですよ、はい、夏はでもめっちゃ暑いとこで、はい、でなんかしないのもあの作家もいるし、その途中で帰れないじゃないですか、はい、じゃあ3時に終わったからって、はい、あれか結局5時までやらなあかんみたいなんで、11時の時に寺本がもうすでにめっちゃあー疲れたみたいな感じで来たんですよ、はい、じゃあ続き聞いてください、はい、ほんであのもう修行にめっちゃ怒られてお前もう最初の入りで疲れたっていう、はい、いやあの時も悪かったですね。もうそういう疲れたアピールをしてたら、はい、ちょっとやっぱりなんか多めに見てくれるところがあるんちゃうかという、はい、一番最初に高橋さんから怒られたのがそれでしたけど、そう、本当に台本書く時に寺本ってやっぱこう集中して書かないと、はい、ホテルを借りて3日間こもって書くっていう、はい、サクサクのようなそんなね、劇場付きの作家いてないからでもみんなノリでね、あの上の先輩 その芸人さんとかお金出してくれたりとか、探検さんとかね、あの皆さんがね、作家はどうなこう、儲かんの、そういう話、もう作家、賞味、テレビ何本やるかですね、うん、はい、芸人と一緒か、もうそうになると思いますね。逆にだから芸人よりかあのシビアというか、営業とかないやん。そうですね、芸人ってテレビだけじゃないの、はい、営業もあるし、はい、まあ、当然舞台あるから、作家の方はいわゆるもうテレビのみの。そうですね、まあ、テレビとあとラジオもあるんですけれども、まあね、ラジオもあるから、はい、やっぱりそのギャラとか生活の考えるとやっぱりテレビ何本かですし、うん、ぶっちゃけ週に何本やれば、うん、いわゆるボーダーラインというか、作家でもね、メインの作家もおればっていうところで役割も、ね、まあそのランクもあるやん、ランクもありますし、うん、例えば寺本で何年目やったっけ、作家で。今僕でもまあ劇場から入って今20年経ちましたね。そうやね、はい、だからまあ言ったら中堅的な。そうですね。それでいわゆるボーダーは何本なの？テレビやったらまあ4本5本してたら生活はできると思います。え、そんなやらなあかんの？と思いますけどもね、うん、ぶっちゃけ何人ぐらい食べれてるの？食べれてるとかそういう人、いわゆる本場の見られとか抜いて感性って何人ですか？10050から100ぐらいはいてるんじゃない？導入はどうやってなるんですか？芸人やったら僕らとかだったら大体 NSC 入るか、うん、あの弟子入りするか、はいはい、まあ僕らは飛び込みやったんですけど、大体この3択、そうですね、はい、いや吉本だと考えたら、はい、大阪独自のあれで言うとやっぱり劇場、若手の劇場に入って、それ例えば、はい、あ、分かった、高卒業した子がいるとですよ、今年、はいはい、どういう道がパターンでした？パターンで言うと、まずどこに行くの？今やったら例えば漫才劇場っていう劇場、吉本の劇場ありますよね、うん、そこに要は座付きの進行、舞台進行にっていうのが募集してんねや。してる時とね、してない時がしてる時があんねや、はい、うん、例えばほんまに普通にアルバイト雑誌に載ってる時もあります、もありますし、誰かの、口添えというか、あれで捨てで入ってきて、それがでもなくない？だって俺が例えば京都の田舎住んでてさ、うん、口添えなんかないやん、ないです、知り合いいてないの、はい、僕なんかはたまたま吉本の社員と知り合いやったから、そこで、あ、それきっかけ、はい、あとはだからもうこれも大きなパターンである元芸人さんのパターンですよね。あ、なるほどね、うん、元芸人やから、はい、あ、そのパターンか、はい、ここは、要は芸人さんからも大体実力分かってもらえてるし、テレビの局の人も分かってるのでまああの要領よく、よほど悪いことがね、悪くなければうまく軌道に乗っていくパターンとしては大きいと思います。うん、なるほどね、はい、ほんなら進行というかその、まあ、いわゆる漫才劇場とかついて誰かのイベント手伝って、そこからテレビはどうやってつながるの？それは、テレビ局が劇場を吉本絡みの番組を制作することありますよね、うんうんうん、あ、なるほど、だから劇場でライブとかコーナーやって流す番組、はいはい、うん、そんなところで、テレビ局と要はとか吉本とつてを作って、 あの子一生懸命やってくれるやん、じゃあ俺らがやってる違うこの番組にもちょっと読んで使ってあげようかみたいな。だから結局数珠つなぎや。そうですね。切れた時ごっつ怖いな。そうですね、はい、それが数珠が一回切れたら、うん、だからその間に何個要はね、うんうん、そういうふうに作って別の番組というか違う曲も行くというような、はいはい、僕あんまこういうとこ来ないじゃないですか、はい、でこれっていわゆる会議のしてるような一般的な感じになってるわけでしょ、大体会議ってこういうテレビ局とか、ね、はい、こういうボードがあって、そうですね、
ここで AD がまあいてて、でここでブッキングして怖い怖いことを言うでしょ。